Radio. Laughter Night. 空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第129回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします。先週土曜日ですか、土曜日に TBS のオールスター感謝祭に、ねうん、僕ら出させていただきました。出させていただきました。5時間半、5時間半生放送、生放送 ね、すごかったね。いやーすごかった。すごいよ、芸能人ですよ。マジ芸能人仕事だよ、ね、マジ芸能人ですからびっくりしちゃったもん。本当に途中で休憩あった時に、そのおしっこ並んでて、前に内藤大輔さんいて、後ろに北沢剛さんいたから、すごいよチャンピオンと日本代表でしょ。そうびっくりした。その一個後ろにボンバーヘッド中澤がいたから。あらら。まあでも俺もね、その当日入るじゃん、で楽屋案内されて、でまず後々混んでくるんで、今のうちにメイクとかもしされるんだったらしちゃってくださいっていう、案内されるのよ、で分かりましたっつって、で案内されたら、もう横に織田信成いて、今話題の ね同じ楽屋だもんね。なんか男性の人ほぼぎゅうぎゅうのすっげえ狭いとこに、もう人数多いもんだから、その多分俳優以外の方とか、そこに織田信成さんとか、ネット大好きさんもそうだし、ボビー・オロゴンさんが、本当だマジでぎゅうぎゅうのとこに。びっくりしたよ、本当。横見たら織田信成ってさ、ひげ剃ってて、で、おはようございますって言って、あ、おはようございますって挨拶してくれ、えって言って、そしたら後ろからボビー入ってきて、おはようございますすげえな、ここと思って。すごかったよね。で、本番始まるまでに、30分か1時間ぐらいあったのかな、ぐらい。で、スタジオの前に、喫煙所があるんですよ。タバコ吸える人のためにね。で、喫煙所入ったら、最初ね、俺が入った、俺とね、ナゴンのね、みゆきとね、二人でタバコ吸ってたんです、で、走る?とかって言われて。いや、俺走んないよ。太ってるし、走れないよ、こんなの。足痛いし、とか言って。同期なんだよね。同期なんだよね。そうそう、同期やん。あ、このみゆきね。で、いや、私、走ることになっちゃってさ、みたいな。本当にもう大丈夫か不安だよ、とか言って、タバコ吸いながらね。で、いやいや、走んだったらタバコ吸ってたらもう、ダメだろ、みたいなこと言って。何タバコ吸ってんだ、とか言ってたら、ガラってさ、普通に、疲れ様です、つって。土屋アンナ入ってきた。土屋アンナ入ってきたぞ、みたいな。土屋アンナ入ってきた。えぇと思って。嘘でしょ、と。俺とみゆきと。俺もその後入ってきた。土屋アンナ、そうそう。さ、まだでもお前まだ入ってきた。俺とみゆきと土屋アンナ、まだ。トライアンナの時あったんだ。三人の時あった。うわ、土屋アンナ入ってきた。お疲れ様っす、みたいな。めちゃくちゃノリいいんだよね。マジもう、そのお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございますみたいな。お疲れ様です。あの、鈴木もぐらです。あっちやんなっすみたいな。本当に、マジでこの感じなんですね。本当にそれ、嘘でしょ。土屋あんなすぎると思って。ね、こんな飾らない人なんだっていう。あ、もうまんまの人なんだ、土屋あんなさんって。イメージまんま。つって。で、それでね、お疲れさまって言ったら、そしたらお前がちょうど入ってきて。だからな、みゆきと俺、俺と水川と、土屋アンナの4人で、角でね、タバコ吸ってて。そう、で、そう、俺はマラソン走るから、そうそうそう。それで、ね、みゆきさんと、走りますみたいな話してて、走るんですよ。もうタバコきっちりさ、もう肺が真っ暗だからもう無理っすわ、みたいな。みゆきが言っててね。言ってて、したら、あ、走るんすか?私も走るんすよ、土屋アンナさんが入ってきてね。嘘と、ここ入ってきてくれんの?マジで。嘘でしょつって、ね。いやーもう、いや私もね、不安なんですけど、ああ、いやー大丈夫かなーとか言って、ちょっと。おかずクラブさんぐらいの感じで入ってきてるじゃん。そう。だからもう、頑張ろうみんなで頑張ろうね、とかって言ってくれてね。そう。すごい良かったでしょ、あれはね。あれめちゃめちゃなんか楽しかったな、あの時間。いや、あの土屋アンナさんのおかげで、だいぶ緊張感ほぐれたというか。ぐれてんねん。それまでやっぱまだガチガチだったからさ。そう、普通に福士蒼汰とか歩いてる。歩いてるからさ、やべえ、どうしよう、とんでもねえとこ連れてこられちゃったなって思ったけど。でも、土屋アンナさんのおかげで、だいぶね、あ、俺はもう、
どうせもう売れてね芸人だしみたいな、なんかちょっとさ、うん、こう肩に降りたというかね、本当ありがたかったですよね、うんうん、これからが姉さんと呼ぼう。姉さんだね、マジで。あんな姉さんですよ、ね。あんな姉さんだよ。そう、あんな姉さんで。僕、マラソン走ったんですよ。うん、あの、赤坂五丁目ミニマラソン。ミニマラソン走ってたね。そう。うん、で、普通に、一般男子のあれでスタートして、かがやのかやくんも出てたから、うん、もうなんか、多分、早い人には勝てないから、かやくん一緒に、その、頑張ろうって言って、うん、その、行けるとこまで頑張ろうみたいな、走ってたね。で、まあなんか、ちんたら、スタートダッシュしてたけどね、なんか。ちんたらじゃないよ。なんか、ね、普通に。二人で仲良くゴールしようみたいな。そう、それで普通に走ってたら、うん、もうかやくん、あれミニマラソンだから、競技だから、運動会じゃねえんだから本当に。カメラ回ってるし生だし。なんで怒られなきゃいけないんだ。いや、それはそうだよ。なんでお前出ねえんだよ。出ない意味が分かんないんだけど。いや、俺出たところで盛り上がんないじゃんだって。いや、盛り上がる盛り上がんないとかじゃなくないですか。盛り上がる盛り上がんない。赤坂五丁目ミニマラソンに出れるチャンスがあったら出るじゃん。いや、俺だって遅いし。なんか常に水溜まってるし、町内会の運動会じゃねえんだからさ、ちゃんとした人が出る方が盛り上がるんだよ。やっぱりちょっと明らかに俺が出んのはさ、こいつ思い出作りに来てんじゃねえかみたいなのはいらないわけよ。そう、それが見えすぎちゃって俺は、あ、うん、まあ俺は、まあ、でもお前もそう見えちゃってるぐらいだったけどね。俺も最初当初その予定だったの、普通に思い出で楽しくできればいいと思ったけど、かやくんがすげえ遅いからもうそこから一人で走るようになって、うん、で、あ、かやを置き去りにしてね。そうそうそう、でまず裏切ったわけだ、かやを。まあまあまあ、うん、で一人でも終始ずっと一人で走ってて、うん、最後の4周目の最後の心臓破りの坂のところで、うん、ちょうど土あんな姉さんと横になって、うん、最後の坂の時に俺の生見て、うん、お、かたまり、あと少しだぞ、頑張るぞって。マジでかっこいいと思って。めちゃくちゃいい人じゃん。そう。何それ。ゼッキン名前ついてるからさ、水が塊って見てくれて。すげえわ。だってその喫煙所の話も、うん、もしかしたらさ、うん、もうその時姉さんからしたら忘れてる可能性あるわけよ、俺らなんて。もうね。そんなスタッフさんぐらいの可能性もあるわぐらいの感じじゃん。そうね、うん、それをさ、ね、走っててさ、もう一回名前見て、お塊、頑張るぞって言うってことはさ、うん、もう誰に対してもいつどこでもその対応してるってことなんですよ、あの人は。いや、多分本当にその感じだよね。すごいなんか、まあ、スタッフさん、土アンナさんのスタッフさんとかマネージャーさんとかなのか分かんないけど、うん、一緒に来てたけど、すごいチームワーク良さそうな、和気あいあいとした、そしてね、うん、本当はファミリーみたいなね、うん、あれこそ本当のファミリーですよ、ね、本当に。ねえ、うん、我々もファミリーですから。まあ、我々もファミリーですけどね、はい、うん、でもマジ大ファンになっちゃったな。まあだからそれで二人で一緒に走って、うん、いい思い出とか本当によかったじゃない、うん、それだけでもうなんか出てよかったなと思います、ね、うんうん、でお前いなくなったじゃん、喫煙所から。また話戻っちゃうけど、ああ4人でね、始まる前の、そうそうそう、うん、でいなくなってさ、またさ、土屋アンナさんと、うん、俺とみゆきになったわけよ、うん、そしたら今度そこにさ、うん、具志堅入ってきて。うわーと思った。チャンピオンですよ、冠鷲。うわー、すげーと思って。うん、で、こう、タバコ取り出してさ、アメスピの1ミリ、紫のやつ。で、タバコつけて、あ、ボクサーなのにタバコ吸うんだとかちょっと思ったけど、まあまあ、まあでももう引退してるからね、会長だから。で、それでさ、こう、あーっつってさ、一言もいきなり俺にさ、いやー、喫煙所寂しくなっちゃったね。誰もいないんだよ、ほんと。まだタバコ吸うんですか、つって、うん。はい、すいません。あ、鈴木もぐらと申します、つって。うん、あ、もぐらさんね、名前面白いね、もぐらね。いやー、ほんと寂しくなっちゃった。ほんとに誰もいねえから、つって、うん、言っててさ、うん。で、その知る間にみゆきとかいなくなって、うん、土アンナさんも、うん。で、俺一人きりになって。うん、なんか、夢みてえだな、みたいなふうにして思ってたら、うん、ガラガラって、喫煙所扉開いて、下手だなと思ったら、こんばんはって、野田社長入ってきた。いたわ、イエローキャブの。うわーと、野田社長入ってきた。もっとイエローキャブのね、今イエローキャブじゃないけど。で、野田社長が俺見てさ、二人きりだね。すごいよ、あの見てた野田社長が。ね、ああ、
まあそういうのもありさ。マジで本当人来るだけでおもろいもんな。人来るだけでおもろい。だから次は誰だっていう。人来るだけ。そうそうそう。でマラソンもね、あれやっぱそのマラソンの時に、うん、山分けクイズっていうのが行われてて、あ、はい、で誰が優勝するかっていうのを、うん、まあみんなクイズ形式で予想してね、予想してるんですよ。うん、30万円を当たった人は山分けするんだけど、うん、はいはい、で水川にね、うん、1人入ってた、そう1票。基本的に箱根駅伝を走った青山学院の選手、うん、エースですよね、うん、がまあ一番人気とかで、まあ強い人が人気になって、そうそう、でなぜか僕水川かたまりに1票、うん、1人かけてる、そうそうそう、入って人がいて、そうで先輩とかもさ、うん、俺の方見てさ、うん、あ、僕らお前偉いなっつって、うん、ちゃんと相方に入れてな。うん、そう、あえて、あえて名前出るからね。そう、名前出るから。うん、ちゃんとかけられてたら。うん、って言ってくれたんだけどさ。うん、あれ、俺じゃないの。そうなんだよ、ね。そうそう。俺、青学に。ほんと、手堅く。手堅く。そう。結局、外したけど。外したけどね。うん。青学になってたの、うん。あれ、誰なんだ。ってことは、誰かが、うん、前に入れてくれたってことだから。そうよね。で、芸人側がああやって、うん、ざわざわやってるってことは、うん、芸人じゃない人だよ。じゃない人だよ。芸人は入れてないから、誰も多分。うん、誰かがあの中で、お前、一人入れてくれてんだよ。誰だろう。誰だろう。もしかしたら、うん、最近あなたはイケメンとか騒がれてますけど、うん、芸能界にも、うん、あなたは顔ファン。もしかしたら、いるかもしれないですよ。ああ誰かがどうしよう、俳優とかだったら入れてくれたんだから本当に。うん、あ、そう、あとマラソンでやっぱちゃんと走ったからメール来てますよ。あ、うん、見てくれたリスナーから、はい、ラジオネームひろあさ、はい、かたまりさんが感謝祭で走るところを現地で見ました。はい、ああ、まあ沿道で応援してくれてる、沿道で応援されてる方が、うん、すごいですよ。本当のマラソンみたいにブワーって人がね、沿道に。うん、サッカーで鍛えた持久力を生かして走る姿はかっこよかったです。はい、しかし、一つ不満があります。はい、それは、塊に、頑張って!ラジオ聞いてます!と声をかけたのに、何一つ反応を示さなかったことです。ナゴンのみゆきさん、ボビーオロゴンさん、かがやのかや、土屋アンナさん、そして、あのトランプマンさえも、反応してくれたのということで。ああ、そう、あのね、そうなんですよ。すごい、沿道から、まあ、僕とかでも声かけてくれる方いるんですよ。塊頑張れみたいな、うん。ラジオ聞いてるぞ、みたいな。多分、リスナーの方とかもいらっしゃってて。あれ、聞こえてたってこと?ラジオ聞いてるぞとか。そう。なんで反応しないんだよ。いや、やっぱ、その、恥ずかしさが勝つというか、僕が結構、その。どういうこと恥ずかしさが勝つって。いや、お前ちょっとアスリート気取ってた、ってこと?いや、違うんだよな。なんか、やっぱ、いや、お前も走ったらわかるよ。その、普通にさ。え、ま、それともお前、ラジオやってることが恥ずかしいみたいな。いや、違う。で、前でさ、ボビーとかがさ、うん、ボビー頑張れみたいな声かけられて、おい、頑張るみたいな、言ってる。うん、それはまあ、ボビー、もうずっとテレビで人気者だからわかる。うん、僕のことなんてさ、そのラジオ聞いてる方はもちろん僕のこと知ってくださってますけど、うん、知らない人からしたら誰だあいつに対してやつが、うん、その例えばラジオ聞いてますに返して俺は手とかうありがとうございますみたいなやげたら、うん、大多数の人はなんだあいつってなるやん。いやいや、それラジオやってる人なんだなってで、あの人ラジオやってるからここで走ってんだとも思えるしね。ああ、なんであの人感謝祭出てんだろうっていう。いやだから、だって走ってる時もさ、モニターに映されてたんだけど、うん、なんかお前笑ってなかった。みんなさ一生懸命走ってんの、うん、こう顔をしかめてさ、うん、ね、お前だけなんかさ、うん、みたいな、なんかニヤニヤしながら。いやちょっとね、だからその声援が声援笑っちゃうの本当に。いやスタジオ入ってきた時もあそこ、うん、スタジオでみんながわーってやったからってこと。スタジオでみんなで横に普通に春とかいるから、春が頑張ってくださいとかね。笑っちゃうよそれは。松下ゆきさんとかね。松下ゆきさんとかね。頑張ってくださいみたいな言ってたら、それは笑っちゃうよ。それで笑っちゃってたのかスタジオは。うんうん、それはいいけどさ。リスナーにはやっぱちゃんとさ、うん、手挙げてください。どうなんですかね、最後だからハイタッチしたかった。だってこうリスナーもここまで来て頑張ってラジオ聞いてますって相当勇気出してるからね。うん、そのオールスターだらけの中、その一人だけ
別にスターでもないのに俺は。わーって言う。だこのリスナーもまず勇気出して。まあまあありがたいです。もちろんめちゃくちゃありがたいですよ。うん、まあその顔ファン大事かもしれないですけど、ね。別にいいです。まああと何と言ってもですね、問題は獲得賞金ですね。はい、ああ、そうですね。まあ、クラウドのアフタートークを、先週のね、そうですね、先週の聞かれてない方はちょっとよくわからない、はい、かもしれないんですけども、うん、先週本編の方で、うん、山里さんにね、うん、30万円お借りして、はい、僕らキングオブコントの準決勝でやりたいネタやれて、はい、で、決勝戦に行けたっていうお話をさせてもらって、で、そのお金どう返そうかと、うん、いや、それはもう感謝祭で稼いで、返しましょうということで、はい、頑張ろうっていうので、感謝祭行ったんですけど、うん、はいはい、それとは別に、今月の給料か、はい、15万いかなかったら、はい、俺が働いてるね、うん、カラオケバーで、うん、あなたが働くという約束もしたんですよね、はいはい、ただそこで、お前が今月12万だった、はい、今月12万だったから、はい、本来15万に行くまで、はい、要は3日4日カラオケバーで働かなきゃいけないっていうところを、うん、まあ、ダダをこねて、はい、いやオールスター感謝祭までチャンスをくれと、うん、で山里さんに返すお金をまず自分で稼いで、はい、でさらにその上で15万に足りないお金を稼いで、はい、賞金でね、はい、でそうすれば山里さんにもお金返せるしバイトにも行かなくていいし、うん、だからオールスター感謝祭まで待ってくれっていうので、はい、約束しましたよね。しました、先週。で、結果あなたいくらでした？ 8,706 円です。はぁ、残念！全然足りなかったですね。うん。各言う私もですね。はい。13,800 円です。ということで、全くもってお金が足らない。箸にも棒にも。ということで。普通にバイト代ぐらいだ。じゃあもうカラオケバーでバイトは確定。もうこれもうでもしょうがないです。あ、覚悟決めました？てかもうそうですね、番組の僕中盤ぐらいからもう、あ、もうこれは確定したなっていう。正直マラソン出てる間も普通にクイズ行われてて。うん。だからマラソン出たら不利なんですよ。っていうことに気づいた瞬間からもう覚悟はしてました。うん、いやでもマラソンは逆にあれ、順位によって賞金もらえるから。無理だよ。むちゃくちゃ早いんだもん。で、それはまあ頑張りが足んなかったってことですよ。あれはね。まあまあね。うん。だから結果として、全くもってお金届かなかったんで、はい、カラオケバーでバイトしてもらいます。はい。まあその模様はまた、こちらでお伝えするということで。じゃあまた来月15万いかなかったら、嫌だ嫌だ。それはもう、それはもう嫌だ。それはもう違う。来月15万いくでしょ。さすがに行くか、うん。ファイナリストですから、我々。さすがに行くか。さすがに行くか。これはもうちょっときついぞ、本当に。行かなかったら。話になんないよ、これで15万行かなかったら。だから約束しといて、だから。ん？まあ、とりあえず簡単に軽くでいいから約束しといて、もう。ファイナリストだから行くから、もう俺ら。正直、だってこの1ヶ月1日も休みないですよ。丸1日休みって。あ、そうでしたっけ？うん、ってことは、15万行くんじゃないの？いや。ってことは、この1ヶ月とかの反映されるのが来月ってことだから。そうですね。そう、だと思います。どうする？逆に行かなかったら。行かなかったら、俺は普通にバイトするよ。なんでそんなに強いの？いや、別にそれが普通だもん。行かなかったらバイトするしかないじゃん。俺、へし折れそうになっちゃうんだけど。なんで？少なすぎて。だそれは、お前が今までバイトしてこなかったからでしょ？違う違う違う。そういう部分の心を鍛えてなかったから。俺はもうバイト、足んなかったらバイトするしかないっていう。それでもう育ってきてますから。またお母さんに借りるの？また借りるんですか？ん、ああ、そっか、まあ。うん、そうだよな、でも。ま、もう30ですよ、あなた。29だよ、まだ。いや、同じだよ。なんでお前女子みたいなこと言ってんだよ。まだ29ですよって。OL みたいなこと言えなってよ。29なら仕送り OK とかないですから。そういうの恥ずかしいからバイトしてこうって話したんですよ。仕送りは、はい。しないです。仕送りはもらわないです。ね？もらわないから、ちょっと、はあ、これじゃあ来月12万だったらどうすんの？また給料。どうすりゃいいんだよ。いや、だからバイトすりゃいいじゃん。バイトすりゃいいのよ。八方塞がりだよ。バイトするしかないじゃないですか。うん。
でももうこれは、でもこれはおかしいよ。いやだから今月。結局だってお前もさ、昨日打ち合わせがあったですよ。うん、単独ライブの再演の。うん、ね、その音響さんとか照明さんとか集まって技術の打ち合わせがあって、うんうん、お前は来なかったですよ。はい。なぜなら山手線で5時間寝てたから。そうです、はい。そう。すいません、本当に。俺は本当に申し訳ないです。これはお前がカス人間であるという、あの、事実と同時に、これもうね、ちょっときつすぎると。夜中バイトするのは。いや、でも、そうしないとまず生きていけないんだから。死んじゃうよ。いや、死ぬ前に生きれないのよ。死んじゃうって。それは。俺子供いるから、こっちは子供もいるし。すごいよ、お前は。いや、だからそうしないと生きていけないんですよ。それが社会なんです。来月ね、足んなかったらもうそれ、営業、営業だ。営業。営業振ってください。あの、リスナーの皆さん。偉い人がいると思います。直ダメだって。偉い人が、直じゃん、今お前。聞いてると思います。お願いしてんの。今、僕の声が耳に届いてる偉い人。自分偉いぞっていうリスナーの方。連絡ください。あの、どこでも行きますので、我々。直じゃん、それ。直。吉本で通して。しょうがないんだよ、それは。しょうがなくねえよ、お前、直。給料が少ないから。問題になってただろ、お前、いろいろ。直するしかないんだよ。直は問題になってたからダメなの。もうこれ、背に腹は変えられないよ。いや、だから俺らに直接来ちゃって、これ直になっちゃうから。ね。お前、ラジオを通して直呼びかけるのはまずいって。いろいろあったんだから。多分、本当に聞いてます。なんか偉い人も聞いてるっていうのは。多分いろいろ営業とか手配できたりするような権力を持ってる人も聞いてると思います、うん、あのくれぐれも反社じゃない方、いやだから直はダメだってお願いします、本当に会社を通してくれ。空気階段の踊り場、マイナビラフターナイト空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です。はい、 CM の間にちょっと冷静に考えまして、直は良くないですね。そうだよ絶対ダメだよ、はい、いろんな問題になってめちゃくちゃワイドショーとかでやってただろ。なんかどうかしてました。どうかしてるよ、お金がなさすぎて。そうだ、吉本に連絡をもらえればいいのよ、ね、ああ偉い方から。偉い人。そう、じゃ偉い人、はい、偉い人、あの吉本の方に、吉本興業の方にご連絡いただければ。そうです。それで空気階段をご指名いただければ、はい、我々どこにでもね、長谷さんじますので。そうです、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ちょっとね告知がたくさんございまして、まずねエキサイティングマックス11月号が発売中でございまして、はい、我々がね空気階段のヌーキ階段というちょっとエッチな連載をしておりまして、はい、雑誌ですね、はい、うん、今月号はね村西徹監督と我々対談しておりますので、はい、ぜひぜひこちら、そうですね、読んでください。すごい内容になってますんで、はい、そして明けて今日ですね5日土曜日の夜10時10分から NHK の有田 P おもてなすに出演します、はい、短いネタをちょっとやらせていただいておりますので、うん、そちらもご覧ください。お願いします。そして、7日の月曜日、はい、深夜0時58分から、うん、TBS で有田ジェネレーションに出させていただいております、はい、うん、こちらもねちょっとコントの方やっておりますので、はい、見てください、はい、そして、毎週月曜日アベマ TV の方で、うん、浦上一円という番組の MC をやっております。やらせていただいてます、はい、そちらもちょっとねエッチな番組になっておりますけれども、ね、そう、はい、月曜の毎週、0時20分からだいたい配信ですかね、うん、はい、はい、いい意味ですごく90年代っぽい番組。そうですね、はい、これ、はい、面白い夢の番組になってます。見てください、はい、そして7日月曜日発売の雑誌クレアの方でラジオ特集をやっておりまして、そうなんです、空気階段の踊り場もこの間取材に来ていただきまして、うん、掲載されておりますので、はい、これ20代から30代の女性がメインターゲットのおしゃれ雑誌だそうなので、うん、まあ、写真も撮っていただいてね、我々写ってると思いますんで、はいはい、ぜひ本当に写ってるのかどうか見ていただいてね、はい、そうですね、はい、感想とかいただければと思います、はい、全部読んだり見たりしてください、よろしくお願いします、はい、
もぐら、すべてのメールの宛先は、全部小文字で踊り場 atmarktbs.co.jp 踊り場 atmarktbs.co.jp 踊り場のりは RI です。この後1時からは金曜ジャンクバナナマンさんのバナナムーンゴールドです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さよなら。ニンニンドロン、かたまりカラオケバー頑張れよ。土屋アンナでした。頑張る。